はい、こんにちは。自業専門の税理士川南です。本日の動画もよろしくお願いします。 本日の動画は企業副業直後、やりがちな失敗参戦について紹介していきたいと思います。やりがちな失敗が何かというと、一つ目、サイズ感を間違える。二つ目、告知が圧倒的に遅い。三つ目、サービスを無料で提供する。以上の三つについて紹介していきたいと思います。最後にその他注意点を紹介します。それでは行ってみましょう。それでは企業副業後、やりがちな失敗参戦について紹介していきます。まずやりがちな失敗。 場合は。 サイズ感を間違える。告知が圧倒的に遅い。サービスを無料で提供するの3つです。そして最後その他注意点を紹介します。まず1つ目。サイズ感を間違える。自分のお店を持つということで夢や希望が膨らむ気持ちはよくわかります。これもやりたい。あれもやりたい。こういうお店が夢だったっていうのを膨らむのをわかります、まあ。結婚式にちょっと似てるかもしれませんね。これをしたいな、あれもしてみたいなっていうのあるんですけど、やっぱり予算っていうものがありますよね。個人事業業自営業の場合は,やはり 資金に限りがありますちょうどいいタイミングで宝くじでも当たればいいんですけど資金には限りがあるっていうのは頭に入れておいてくださいね、本当最初は盛り上がるのは全然構いませんが結局その最初ねこれもしたいあれもしたいをどんどん削っていかなければいけないということだけ頭に入れておきましょうではね具体的に見ていきたいと思いますまず立地ですこれ立地もこだわり始めたらキリがありませんあね、駐車場があるとか駅が近いとか人通りまあ車のね通る大通りがいいとかも立地もね言い出したらキリがないです そしていい立地ほど資金、利益、家賃が高いですでも立地についてなんですけど私は結構この路地裏にあるお店とか隠れ家的なカフェとか隠れ家的なサロンって聞いたことないですかそういう風うな人を呼び込む装置さえあれば立地って意外と辺鄙なところでもお客さんが来るお店は来るんですねなのでその立地大通りにさえ出せば店がうまくいくとお店がうまくいくとか潰れないってわけじゃないですよね皆さんでもないですか大通りでどーんと構えたお店がいつの間にか潰れてる とか変わってるっていう経験ねあると思うんですよ。だから立地が全てではないっていうことも頭に入れておいてくださいそして次、建物ですこれも上を見ればキリがないです綺麗な建物がいいし、おしゃれな建物の方がいいに決まってます。でも資金には限りがあります。リフォームもね、しだしたらキリがないです。で、建物も土地から買って新築で建てるのかもしくはね、持ってる土地に新築を建てるのか、もしくは建物があるとこをリフォームするのか、もしくは居抜物件という方法もあります。これも様々な方法がありますので、自分の サイズ感を間違えないようにしてくださいそして次仕入れや経費ですこれもね派手にやりたい気持ちは本当によくわかるんですけども意外とね自営の方の企業前後を見ていてお金出してすごいこの設備この機械いると思って入れたんだけど実際自分がお店始めてスタートしてみたらそうサイズ感が合わなかったとか意外とこれ使いにくいとか場所取って邪魔だなっていう話をよく聞きますなのでオープンする前は本当に必要最低限のものだけ必要なものだけ買う優先に 安全順位をつけるというふうに思っておいてくださいいらないものを買ってしまうとねそこでね大事な資金がぐっと減ってしまいますのでお気をつけくださいやりがちなし 2つ目です告知が遅いお店をオープンすれば人が来ると思ってる方いらっしゃいませんか大手の企業でさえ広告を打ちます建物ができる前に看板ありますよね従業員さん募集とか C 面を打ったり大手企業でさえ広告を打ちますこれはかなりのお金をつぎ込んでいますですので自営業のような小さいビジネスであればあるほど資金に限界があるのでこの知ってもらうという広告を打つことができないんですねなかなかオープンすれば人が来ると思っていてはダメです自営業 はね資金が小さいということを頭の念頭に入れておいてくださいですので今もうここで私がおすすめするのはこれしかない無料で使える SNS です。この SNS なんですけどどれがいいんですかっていうふうによく質問される方がいるんですけど SNS はその方のビジネスによって向いている向いてないが分かれるものですですので実際に運用してみてください Twitter インスタ TikTokYouTube、まあ、動画コンテンツですよね、まあ、Facebook なり向いているもの まあ要は自分のお客さんになれる人が SNS にいるということが重要ポイントになりますのでもしそれの要は自分のお店に来てもらえそうな層がいるなっていう SNS から手をつけていってくださいこれは今本当に無料で使えてこんなに人に知ってもらえるコンテンツがある時代に生まれてこの時代にビジネスができるっていうのは逆に恵まれている幸せなことだと思います SNS は怖いとかねなんか恥ずかしいとか言っている場合ではありませんビジネス副業をするんでしたら絶対に使ってください そしてこの無料で使える SNS 無料で使えるがゆえにデメリット、まあ、大きな欠点があるんですねやり始めたからといって一気に増えるわけではありませんフォロワー数が一気にバズるとかねフォロワー数が一気に増えるっていうのはそういうのは芸能人や有名人で事前に何かを成功させた方だけですですので事前に育てることが大事なポイントですこれ SNS 育てるのに大体皆さん最低1年ぐらいはかかると思ってください長い方で1年半か2年 経ってててようやくくくく効果が出てくるそれくらいいいの意識でいてくださいじゃあどうやって SNS 告知が遅いといえどねじゃあいつからやればいいんですかって言うんですけどもう早ければ早いほどいいです私自営の方で一人、えー、最初にお会いした時に来年の春頃お店をオープンしますっていう名刺を持ってきた方がいたんですねこれでいいんです来年の春頃この方お店されるんだうんうんどう お店すするるのかなって言ってて興味を持ってもらえるんです例えばねお店を建てるで場合であったら今ここまでできましたとかここの壁の色を悩んでますとか何をどういう風にしようか今ね商品開発をしていますっていう風に事前の情報でいいのでどんどんアップしていきましょうそしてお店がオープンするまでにある程度 SNS を育てていく必要がありますもうこれめちゃくちゃ大事みんなやってほしいそしてやりがちな失敗3つ目無料でサービスを提供するですこれは 最初ねお店オープンしてからだと自信がないって無料提供する方意外と結構いらっしゃるんです本当に無料に近い料金でやってしまったり逆にこのモニターを募集しますっていうふうに期間を定めて期間限定でするのは OK ですモニター募集とかこうなんかねアンケートを取りますので少し料金をお安くしますっていうようなものはいいんですけど根拠もないのに無料で提供するということは絶対におすすめしませんそしてもう一つ自信がない人に仕事は来ませんよく起業したばかりで自己紹 紹介するときに起業したばかりで全然まだまだなんですけどとかいう方がいたりとかなんか全然あの人に比べたらまだまだなんですっていう風に自信がない人いるんですけども自信がない人に仕事は来ません逆に考えてみてくださいまだまだですとかね私まだ自信なくてっていう人に仕事を依頼しようと思えますか思えないですよね私だったら怖くて頼めないですですから根拠がない自信が大事なこと時もありますあとね最初自信がないとか経験がないからまだまだだからということでサービスを無料提供することは絶対にしない くださいそしてやはりねお金もらうのに遠慮があるとか悪いことしてるみたいなお金のブロックがある方が多いんですねこれ女性の方が多いかなという風うに思うんですけどお金をもらう練習だと思って最初はきちんと自分のサービスに値段をつけて提供をしてくださいこれね後々自分にとってもお客さんにとってもすごい損なことになるんです最初無料で提供してしまうとあなたのサービスをせっかく気に入ってくださって行こうかなと思ってるんですけど最初が無料だから次有料になった時にハードルがすごく高く ななるんですね。なんか無料でやってもらっていたのがいきなりねこう正規の料金になるとハードルが高いので来なくなるケースが多いんですですのでお客さんにとっても良くないしもちろん自分にとっても良くないのでお金をもらう練習だというふうに割り切って無料で提供はせずきちんと自信を持って自分のサービスのお金をもらうように必ず有料で設定をするということを覚えておいてください。あとよくですね安くすればお客さんが来るんじゃないかっていうふうにね勘違いされてる方がいるんですけど安いから値段 おんで来るお客さんって結局どっか安いところがあったらそっちに浮気してしまうもしくは流れていってしまうんですよね。なので価格で来るお客さんはいらないと割り切って自分の魅力とか自分のやり方スキルそのオーナー自身の魅力にファンがつくもしくはあなたの提供するサービスが好きだとか雰囲気お店の雰囲気が好きなんだっていうファンを作るのに集中するようにしてください。はい、最後注意点です。もう企業はほんと失敗して当たり前です。皆さんトライエラーの延々 の繰り返しですやってみて、改善して、やってみて、改善してって言って、いつか必ずうまくいくポイント、もしくはそういうターニングポイントが必ずきます。だから、転んだから痛い思いをしたから出てやめないでください。あ、やっぱり副業無理だなとか、やっぱり副業なんて無理なんだよね。ね、自分がフリーランスとしてやるなんて甘かったと思うかもしれませんけど、自転車と一緒です。最初は乗り方がわからないので、なかなかコツがつかめないから、転んだり、怪我をしたりするわけです。それはビジネスも一緒です。転んだから と言ってすぐにやめないいでください乗り方やコツさえ分かったらいつの間にか自転車に乗れるようになるがようにビジネスもできるようになりますそして皆さん同じことでつまずきますたくさんの自営の方のね企業や、えー、とビジネスの中身までもちろん数字も見てるのでよく見てるんですけどやっぱ皆さん同じとこでつまずきます起業してすぐの悩み事つまずくポイントはやはり一緒です1年2年経ってきた頃に悩む内容も似たような悩みが出てきますそして3年5年となると また別のの悩みがが出てくるのがビジネスですそれをでもねやりがいだと思うので私は本当に、えー、自分がね自営してビジネス始めてよかったなと思ってますので是非皆さんもトライしてみてください。そしてやりがちな失敗3点は絶対にしないようにお願いします。 それでは本日の動画は以上になります。オンラインサロンを運営しています。税理士川南の会議室ということで、税理士をオンライン上で味方につけることができます。月学生の Facebook の、ね、非公開グループでしているので、メンバーにならないと中身は見えないようになっております。この最大のメリット1つ目が、個別相談ができる。料金表でいくとね、私は相談1時間1万円なんですけども、この会員制になると、いつでも、ね、好きな時に増したい時に投稿で質問しておくと、私がコメントで答えるシステムになっております。ですので 個別の相談や質問が低価格でできるのはこのオンラインサロンの魅力の一つだと思います。そして2つ目、税理士の裏側を公開しております。普段どうやってビジネスしてるのか、スケジュールとか、どうして税理士がクラファンをしたり、YouTube をしたり、TikTok をしているのか、えっと、裏側を投稿しているのはオンラインサロンだけのみになります。結構ね、普段プライベートのこととかもオンラインサロンのみだけ投げておりますので、ぜひ興味のある方は概要欄に URL を貼っておきますので、そちらの方からぜひクリックして覗いてみてください。ご検討お願いします。はい、チャンネル 登録もよろししくお願いしますはい、それでは動画最後の方まで見ていただいて本日もありがとうございました。チャンネル登録お待ちしております。あと高評価ボタンのいいね、コメントや感想、リクエストいただけると励みになりますのでぜひぜひよろしくお願いします。では本日の動画以上になります。最後までありがとうございます。またの動画でお会いしましょう。税理士河南でした。それではまた